もう在地の試合絶対勝ってたんで。いないぜ、その選手が。僕が見た中でも高齢野球界こうなってほしいなと思いながら。メダル取れたし、良かったし、はい、はい、じゃあ最後にもう2つ、はい、ヤクルトスワローズの歴代ベスト9、はい、遠慮なく、まあ、自分が知ってるヤクルトスワローズの面々でいいですから。そうですね、投手はピッチャー和久かな。ああ、そう、この大事な試合絶対勝ってたんで。そうなん、はい、和久でしょう。他にいます？こう、いやいや、俺は一瞬だけど、はいはい、伊藤智人の あのスライダーをこっからギューッと曲がってストライクなんだから、あれはすごいなと。あのボールの勢いはね、見てて面白かったですよ、センターから。もう接点が全くないんですもん、うん、だからあの勝ち星とかね、はい、成績云々じゃないしに、あいつのストレートとスライダーはすごかったなと思ったね。そうですね、イメージは友野がやっぱすごいですけど総合で言うとやっぱ和久かなとは思いますけどね、うんうん、はい、キャッチャー、キャッチャーも古田さんですよ ね、まあ実績もう文句なしで、うん、はい、一塁手、一塁手ね、韓国人ありなんですか、なしなんですか。お、いいよいいよ、いいんですか、うんうん、ペタジーニですね。ああ、ヤクルトでよう打って巨人って言ってなくなっちゃったけどな、はい、ペタジーニは、うん、僕が見た中でもトップですね、トップクラス。セカンド、セカンドですね、山田哲人ですよねいたな、元気でいたわ、はい、そうだな、もう山田哲人、トリプル C U 3度いないぜ、その選手が。いないですよね、まあ、オリンピックよう打ってくれたし、うんうん、サード、サードね、難しいですね。岩村かな。おー、はいはいはい、いい体しおるもんな、俺もあんなちっちゃんこパンチ力半端ないですからね、うんうん、いやあれはそう、村上でもいいですけどね、サードね。あー、今の、うん、村上にします、村上にします、ちょっとすいません、はいはい、サード村上、上岩村、うん、うん、ショートは宮本慎也、はい、あー、安定感はあるかな、安定感とこう野球に対する姿勢というかね、うんうん、もう僕も見習うとこがいっぱいで、うん、どっちが上なの？僕のが上なんですけど、うんうん、宮本にね、皆さんがもうちょっと努力すればすごいいい選手になってましたよってよーく言われるんですよ。そうなん、僕はこう努力は知ってるつもりなんですけど、宮本ぐらいこうストイックにやらなかったので、うん、宮本はもうすごいストイック、宮本慎也の中には家田哲也も長嶋一茂も同じように見れたんかな、見られてるでもそうかと、うん、そうだよなと思いながら、もう遅いけど言われたことはありましたね、うん、ね、正解かもレフト、レフトは若松さんですかね。ね、はいはい、センターは、センター僕って言いたいんですけど、うん、青木ですかね。あ、現役選手か。まあまあ。青木の守備固めで僕っていうのはどうですか。2人ワンセット。青木もしぶといよな、あの体だな。青木はそうですね。あのメジャー行って帰ってきて、こうあんま活躍できない選手多いじゃないですか、うんうんうん、でもあれだけ活躍してるのはやっぱり精神的にも強くなって帰ってきたなっていう感じは受けましたね、うんうんうん、はい、よう練習するんだろうな、あれも。いや、バッティングはね、やめろって言ってもやってますからね、うん、バッティングはすごいやってましたね、うん、ライト、ライトね、うん、稲葉かな。おー、まあ、ハムの印象強いんですけど、ヤクルトで育った人間なので。そうか、稲葉じゃないですか、ね、まあ、いっぱいいるんですけどね、外国人含めればね、はいはいはい、
バレンティンもね入れたいしね。バレンティン50本打ったもんな。バレンティンもラミちゃんもいますからね。はい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 。まあそうですね、板は入れときます。そうかな、ね、いいメンバーだよな。意外だったのは石井だな、ピッチャー。いや、カズは本当もう絶対負けれない時は絶対勝つんですよ。で、飛んでる、だから、ね、気が抜けちゃう試合とかで負けちゃうんですよ普通にで、ここ勝てよっていう時は絶対勝つんで、これがエースなのかなっていうのは受けましたけどね。石井和久の楽天 GM、はい、それからの監督、うん、はい、お、はい、あるよなって感じ。僕の中では全くなかったです大丈夫っていうのが本音です。大丈夫かよ和久でっていうのが第一印象ですけど、うん、キャンプで話したり、うん、まあ、シーズン中取材で話したりするとちゃんと考えてるから大丈夫って感じは受けましたけどね、うん、なんかね、今の時代に合うかもわからないね、感覚的に。そうですね、若者のすごいね、こう選手と話してるんで、うん、まあ、昔だとこう監督選手ってちょっと離れてるじゃないですか、うん、意外と、うんうん、今もうすごい近いんですよ、うん、選手と監督が、うんうんうん、今の時代やっぱそうかなっていう、いろいろ話して選手の雰囲気だったり、うん、を引き出してじゃあこうしたらっていうアドバイスをしっかりできてんのかなと思いますけどね、うんうん、あのハムの栗山が長いことやってるんだけど、はい、まあ、栗山があのそういったコミュニケーションを重視した監督かなという、うんうんうん、なんか自分が歩み寄ってヒーローインタビューも聞いてるし、うんうん、まあ、そういうふうに来て、まあ、今のリーダーに求められるリーダー像がああいう姿なのかなということはわからないわけでもない俺はね、うん、栗山さんは全部俺の責任って全部責任受けるじゃないですか、うん、それはやっぱ すごいというか見習わなきゃなっていうのは思いますね、うんうんうん、俺が悪いんだ俺が悪いんだ、うん、俺の責任っていうのはすごい言う方なので、うん、もうそれはちょっともしね監督だったらもう受け継がなきゃなというかやりたいなと思いますよね、うんうん、まあ、これからの、まあ野球界、そういう監督像、リーダー像も含めて、うん、特にまあ最後に、はい、今後の野球界、うん、こうなってほしいな、こういうふうになっていかないかなみたいな、うん、なんか思いがあれば。そうですね、あの人口は減ってると思うんですよ、うん、野球人口、うん、増やそうとはこうあんま思ってなくて、うん、こうレベルを上げるにはやっぱり指導者のレベルも上がらなきゃいけないので、うんうんうん、指導者のレベルを上げる活動だったり、うん、のはできないかなっていうことは思ってますね、うん、あとほらゴルフでも何でもさ、うん、そのサイエンスかな、はい、いろんなマシン使ったりいろんなデータこう見せたりする、うん、ああいうのも必要なのかね、子供たちにあるいはその選手に任せるためには。うん、でも本人がどうなってるよっていうのは分かった方がやっぱいいと思うんで、うんうん、僕もまあ高校ですけど、うん、まあ、動画撮ってこうなってるよっていうのは見せることがあるので、うんうん、本人に見せないと開いてるよって言っても、うんうん、動画見せればもう一発で開いてるのは分かるんで、まあ、必要なのかなとは感じてます。そうだね、まあまあそういった新しいサイエンスを使うこと、うん、分からせてあげること、そしてまた何て言うんだろうね、指導者のまあ一番大事な根っこにある熱さっていうか熱さっていうかね、うん、ああまあそれが一番ある意味大事なのか分かんないけど、うん、まあ、選手ファーストと言いながら選手ファーストばっかり考えていくとなんか変に迎合するみたいなところもあってもいかん話だし、うん、そうですね、うん、選手ファーストになりすぎちゃってんじゃないかなっていう、うん、だから、うん、コーチ監督とかが攻めれないというか、うん、ちょっと引いてしまうというか、うん、ここまでは言えるけどここから先が大事なのにちょっと言えないというのが歯がゆいですよね、うん、俺もそれはね納得いかないんだよね、うん、だって今までの、まあ、25の選手に例えば50の指導者が物を言う、うん、人生経験が違う、野球経験に違う話だし、うんうん、まあ、友好関係もいろんな人も違う、もういろんなものを見てきた中での、うん、ね、
いろんな例の中からいろんなものを分かってる中での提案だったり指導だったりするんで、その指導者が持ってる財産がその選手に伝わらない、伝えられないっていうのは一番もどかしい、もどかしいですし、うんうん、今こう、まあ、暴力はいけませんけど、うん、まあ、パワハラだなんだって言われてる、うん、まあ、監督コーチ指導者の方も、うん、やめとこって引いちゃう人が結構いると思うんで、うんうん、無難に無難にっていう人生もねつまんないですしね、うんうんうん、だそれにはやっぱ信頼関係だったりを気づかないと叱れないだろうし、うんうんうん、言われて納得させてあげなきゃいけない時もあるでしょうし、うんうん、何でもかんでも、まあ、例えばもう悪いですけど暴力するには理由があるわけじゃないですか、うんうん、殴られたからどうとかじゃなく、そっち選手側の受け止め方もやっぱりしっかり指導していかなきゃいけないのかなっていうのは感じますけどね。まあ我々、まあ、年寄りが言うのは是は是、非は非でね、うん、それやっぱりこう若者に伝えていく責任と熱は必要なのかなと思いますね、はい、うん、ですね、彼と一度ゴルフ回ったことあるんです。すごいボール打つんです。うん、あの野球界ね、飛ばす人、いろんな上手い人たくさんいますけど、飯田哲也のあの打球見たらね、びっくりしますよ。うん、でまあそんなご縁からいただいて、まああの92年、93年、ヤクルトのセプトの4シリーズ、そんな回顧録でもいろんな野村 ID の教えをね、聞かされたりしてね、非常にまあ会って話を聞きたかった野球界の後輩と、今日はこういった YouTube に出演していただいて、案外私の方が、いい時間を持ってたなと思います。はい。とんでもないです。これを機にまた、ゴルフの人、はい、いろいろと。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、またなんか指導者にね、声かかったら行って頑張ってお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まず、チャンネル登録をお願いします。そして、いいねもついでによろしく。それで、いろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。